にこの軸足の使い方しっかり作ることで体重移動回転動作の動きもねうまく作って、はい、皆さんこんにちは、キレヤスチャンネルです。今回はですね、バッティングフェーズの、振り出し位置についての動画になります。小中学生のね、バッティングのレベルアップを図っている皆さんね、より効率よくね効果的に、練習して成果を上げるための、動画の内容になりますので、前回のねトップのフェーズに引き続き、最後までねご覧になっていただいてレベルアップのきっかけを掴んでいただきたいなと思います。それでは行ってみましょう。どうぞ。この振り出し位置のねフェーズなんですけども、やっぱりね意識してない選手も多いし、まあ指摘してない動作もね多い気がします。この振り出し位置のフェーズを意識できるようになることでね、改善のきっかけをね広げることもできますし、特にねバッティングの間ができたり、その後のスイング軌道も、安定させることができる可能性を高めることができるので、ぜひね最後までご覧ください。振り出しのフェーズっていうところなんですけども、トップの直後のフェーズになります。振り出しでねバットスイングがね始まると同時に、下半身のね回転動作もね加わってきます。バットはね捕手側の肩が、下がりながらね振り出されるんですけども、こうねこれが体からなるべく離れないように、このバットとバットの距離感をキープしながらスイングしていきます。はい、キレダスプレーンのねセットフェーズではね動画のようにセットしていってください。まずは本体ですね、反対打席のね、捕手側の方に本体はセットします。まあ大体このトップの位置から振り出しにかけてですね、まあ位置に来やすいところですね。アダプターなんですけど、アダプターは、肩のラインよりね下にセットしていくと意識しやすいポイントになります。でスティックは、そこからね顔に向かってバットの角度に合わせていく感じですね。ドリルなんですけども、今回はね3段階高い真ん中ぐらい低いっていう感じで、トップの位置にねキレダスプレーンを置いてスグリューに見てもらいながらスイングをしたって感じですね。ブラストも測定してるので、この時僕の場合は、下げるところで振った方がブラストの数値は良くなりました。このね落合博満さんの本にも書かれているんですけども、やっぱりね下半身の安定ですね、特にこの軸足の使い方しっかり作ることで体重移動回転動作の動きもねうまくつくって言っていたので、ステップ足がしっかり着してからかかとが浮いてくるっていうこの感覚動作をね、自分の感覚がどうなっているかっていうのを確認しながら上半身の振り出し位置を確認して作っていく、この下半身と上半身のタイミングを動画でもやってるようにゆっくりやりながら、しっかりその形ね理想の形になっているかという確認しながら素振りとかオキティとかを練習して動作することをお勧めします。はい、いかがだったでしょうか。振り出し位置ね意識できなかった、していないなとか、あまりわからなかったとかっていう選手は、今回の動画をきっかけにねキレダスプレーンなくても練習はできるので、意識してね素振りやオキティでまずはやってみてください。それがしっかりできるようになってからティーバッティングとかフリーバッティングですね、でまた試合でもできるようになっていくので、まずね自分の形でしっかりスイングとかオキティがねできるようにならなければ、前回のトップの位置、次のねスイング軌道のフェーズでもそうなんですけども、ゆっくりできたりとか素振りとかオキティの段階で確率よくできないですね。フリーバッティングとかね、そして試合なんかでできる可能性は低くなってしまうので、ぜひねしっかり練習してレギュラーの座を掴んで試合でね結果を残せるようになってほしいなと思います。今回の動画は以上になります。このチャンネルでは多くの野球選手のレベルアップにつながる動画を配信していきますので、チャンネル登録、いいねボタン、コメント欄よろしくお願いします。またキレダス体験会随時行っておりますので、概要欄の URL より詳細ご確認ください。それではまた。